ム麦は、単子用植物イネバ芝麦属に属する雑草の一種。ヒメカモジグサとも呼ばれることがある。原産地は、地中海沿岸地方で、ヨーロッパ、北、アフリカ、アジア、オセアニア、南北アメリカにも分布する。日本では、明治初期に寒冷地用の牧草として導入されたものが脱出し、雑草化した。北海道から東北、関東、関西へ拡大し、 九州まで分布する。二十歳、草地、十円地に生える。多年生植物で、日当たりの良い場所を好んで生育する。草丈は60から100センチメートル程度になり、葉は細長く、長さ5から15センチメートルで、幅3から8ミリメートルでザラつき、細い三日月型の葉耳があるが、端舌はほとんど目立たない。種子と細長い根茎により繁殖する。 根茎から茎を出し、根元から分かれて株を作る。根茎には2から3センチメートル間隔で節があり、それぞれの節に一つの休眠ベがある。下水は長さ10から2 0トルで直立して伸び、柄のない小棒をつける。小棒には長さ8から1 0トルの小花を4から7個つけ、その開花の時期は7から8月。アレロパシー作用を有する。 幸運などの作業によって根茎が切断され、散布されることによって広がり、休眠が打破されて、二十歳や牧草地に反もする。日本では牧草として積極的に利用されず、南房除雑草となっている。また、川岸などに生育する在来種の植物を駆逐する危険性もある。環境省指定の幼虫以外来生物類計4に指定されている。 ありがとうございます。